みなさんみなさんおはようございますメッシ作りまたこの話し始めますと今日土曜日東京で本当に綺麗のな天気出てるから結構嬉しいよだんだん暑くなってるね最初から ちょっと本当にありがとう言いたいですけど昨日また2人のペ a ロ t r a d 入った後で1人ずつ50の合うカップラーを測定やりますよそう今日また100回測定やらなきゃいけないよ <laughs> だんだん肩が疲れてるけど頑張りますそれで後でそのビデオでその人の名前言っときますよもう本当にありがとう 今日の話は結構、えっと、軽いけど大事。今までいっぱい人がなんか意識がなかった。なんか、いつも20年日本でいっぱい友達が例えばいっぱい外国の友達、英語の先生あ自分の英会話を作,作りたい。例えばね。 多分56人が20年で言ったそのみんなはあまり何でもやってないやりたいだけあのポルトガルで言ってるオリオ・グランジね大きい目なんか見てるかわあすごいこれやりたいねやりたいやりたいやりたいけど先にポルトガルの,のビデオでちょっとやりたいと やるは結構違うやりたいやりやるが本当にあの別別別の話僕はあんまりやりたい言葉は使わない日本語で多分今の3三分ぐらいこのビデオこのやりたい言葉が多分5年で より使った <laughs> やる結構使いますよやりますやりましょうまあたまにやろうぜ <laughs> まあ東京で住んでるからねそれでどうやってやる決めたらほとんど、えっと、僕の友達はあの 今アメリカでこれからいろんな人アメリカと一人はイングランドでこれからカプエラ教えりたいそれでど,どんな準備すればいいよビリバン買ったらとかパンデロ買ったら僕言ったみんなその最初の始めるの前に4ポイント結構大事結構大事ね最初から 何でもやったら人生で2タイプあるねみんなビジネスプランしてるでしょあのどうやってやるけどたまに人は例えば僕のあのなんかお姉ちゃん先輩みたい日本で昔からすごい偉い人もう本当に大好きあのヨーガスクをやって彼女がライフプラン言葉使ってるライフプランとビジネスプランはあんまり変わらない言葉だけ 気持ち変わるけど両方大事なぜならもしやりたいやりたいやりたいあなたはえっと船みたいあなたは船、And、その船はあの海の上、And、海はこれいたらここ行くよこれたらここ行くよここにいたらここに行くよそれはあんまりコントロールのことできないそう、so, 船じゃなくて、私たちはこれから考えたら、まあ、ダンスとか、何でも教えた方っカップエラ、ヒップホップ、何でも、考えて、あなたはその船のカプテン。ね。その船の運転の人。それで、船がたまに水こっちに行く、君は、あ、でも俺はこっちに行きたい。 こっちに行きたい。なぜなら、もし運転しない自分の人勢自分ののの人勢でバラバラになる。結構もう20年これやってる日本でいっぱい人バラバラしてる。日本人、外国人、何でも人間は人間。そうどうやって考えればもしこれからやりたい僕の イメージは、まあ、4ポイントでちょっと紹介するもしあのこれがみんなにいいバリューあったら、まあ、ぜひ使ってください最初から一番例えばカペラ知りたい20セイト欲しいえっともう頑張るじゃなくて 最初から例えばカプエラのことだからこれカプエラを知りたいどんなぐらいカプエラを知りたい週2回週1回週3回あの仕事はカプエラだけ飯作りみたいやりたいそれ誰でもできるよ僕特別人じゃないと思うよ僕はもうちょっと準備しましたでも後でしゃべるよそれ。 最初から1、自分の夢、スクセス、何がスクセスやりたい例えば、カプエラをやりたい、20人の生徒欲しい、えっ、ー、と、6ヶ月後、もうパンデミック終わったら、来年,ま来年夏までバチザード、メスティー呼びたい、ブラジルから、なんとかなんとか。 自分の,あの家賃払うカップルだから。OK。書いて。ちゃんと書いて。考えてじゃなくて、考えたらはあの、蝶々みたい。あちこち、あちこち。ちゃんと書いて、あの、何が自分のスクセスのこと。ね。あ、マロン、あの、スキロン先生、よろしく。 日本語で全然違うね。それで自分で、success。何があなたの success のイメージ。例えば、えーと、もしこのお金ぐらい欲しい、このぐらいカップエロシをリりたい、このぐらいメッシ呼びたい,聞いてメー、聞いたらいくらかけるよ。コスト、全部。何がやりたいで、書いて。それは君の success ゴール。 で、そのスクセス、ゴールがいろんなの目標ある。オブジェクティブね、オブジェクティブ。Okay. 3あの3週3回。So、週3回の,あの教える場所を見つけないといけない。Okay. メステリー呼びたい。Okay. メステリーに話していいリレーションシップしていくらかける。私の家賃これ。So、このオブジェクティブいろんなのあるね。その,その階段みたい。 最初で Success image, objective ある次はあなたの Map チーズ作ってこないだ言ったこれめっちゃめっちゃ大事なんとかあなたは Life plan, business plan 変わらない自分で言葉使って何でもいいけどチーズ使って OK 僕は 今の会社でこれこれやってるこの時間でオシェルできるよこれだったらこのぐらいできるこれだったらこのレントスタジオできるこれだったらこのいろいろあるねっ骨費とかいろいろかけるなぜならあなたオシェルの時でもう本当にビジネス始めてるよ ああでもカプエラはなんかスピリチュアルカプエラみんな俺それやったバカしないでください。バカしないで。絶対問題出るよ。絶対いいことやらない。褒美カプエラ褒美しないでください。ちゃんと正しい教えて。関係ないお金もら,おもらわない。正しいしてください。僕一番みんなが あの飯作り文句多い文句多いじゃないよ僕は正しいと正しくない分かるよ僕50歳今年だよもう大人だよもう分かってるよ正しくないこと見てる僕笑ってるよも,うもし俺の関係正しくないよおええ個性あるんだ、まあ、カポプエラから個性もらいましたよ僕自分の頑張った個性もらったよ いっぱい人俺、私のこと聞きたくない。なぜなら、それ信じてる言ってるよ。真っすぐで。聞きたいこと言わない、私。僕は正しいよ。僕は建前人じゃないよ。僕は礼儀正しい、ちゃんと優しいやってるけど、カプエラの話、気をつけて、僕は正しいだよ。なぜなら、僕はカプエリした。僕はカプエラ30年。僕は 全部カプラの,あのベース。カプラは僕の,あの宗教だよ。僕の哲学。ちゃんとしてること。誰でも喋りたいあの日本語で、もし間違えたら日本語ごめんねんけど、喋ることあるよ。それで、あなたのスクセス。あなたのオブジェクティブ。オブジェクティブ。それで、 チーズビジネスプラン作って最後で準備して準備していっぱい人が見たことある世界で、えっと、カプレオシェル先生けどいいビリンバはないあー今ビリンバーブラジルから難しいあ今これみんな一人のミュージシャンがそれ言ったことないよあの考えてミュージシャンが イベント行ったら、あ、ごめんね、僕ギター今持ってない。あ、今パンデロ持ってない。え何返してもらおうえ何が考えてるよでも音楽入ってるカプエラそ、音楽ちゃんとしましょう。そう、準備して、もしカプエラの歴史わからない、勉強して。もしカプエラの文化わからない、 勉強してみんなが言い訳ない正しくない自分で作ったよカプエラの一番のルール多分みんな知らないけどあんまり何でも聞いてないみたいカプエラは何でもあったらほダで自分のせいカプエラは自分のせい,いじめあの先輩後輩そのないほど入って準備した 二人のハイレベルの人、カップエラ強い強いやって、でもまだ一ヶ月カップエラやりたいやりたい入ったら、怪我したら、自分のせい。それはカップエラのフォンダメント。それはカップエラ。僕はそのなんか、でも安くな、優しくない、なんか強いすぎ。みんな、それ僕のせいじゃないよ。それ自分の弱いこと。カップエラは、 一番偉いこと、僕の,あの,あの考えてるね、意見。でも、カプエラの一番のこと、昔から自分のせい。いそれで準備して、何が知らない、例えばカプエラを知りたい、準備して、言い訳やめてください。大人の50歳人、若い人と違う人が言い訳作ったら、結構弱いイメージ出てる。 カポイリスタにであでも僕のメッセージそれ教えてないでんで聞いてないあの音楽頑張ってあんまり正しくないよジュ,ジュム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 あの言うわけないよ自分でやってるから会社行って3年4年5年会社やって演技演技で社長が言ったら えっと、なんでこれ知らないおっと、教えてくれないもど、聞いてないほ自分でやるしかないよ、みんな知ってるよ。カプエラ、ジュジツーツ、ヨーガ、全部と一緒。やめなさい、言い訳。success、オブジェクティブ何 ?objective、チーズ何地図、何準備しますよ。で、将来で一緒に いっぱい楽しいカップエラやりましょう。言ったね。僕の一番意見なんでカップエラが文化ない日本でカップエラはオープンホールだ。昔最初のオープンホール東京で私し,したよ。誰でもまだ来てないイメール誰でも言ってない、あ違う、当たない。109の前、誰でも昔。日本人、ブラジル人、 外国人全部来たよ。あったよ。それはブラジルの文化、ブラジルのカプエラ文化。これから分からないもしコメントができるけど、あのコロナワクチン出たら僕もう一回オープンホール始めるよじ。みんな来てください。いろんな技あるカプエラ、けど、正しいもあるみなさん、 いつもとありがとう。えっ、ー、と、もう一回、その p a t r e o n 昨日、あの、日本の方とドイツの方、僕のかわいい元みたいな人が入った。ありがとう、舞ちゃん。I love you, baby. と、あと、新しい人、知らない人、あの、ドイツでも入った。今日、カップルユニバーブティ始めた。その興味あったら、全部の、今、インスタグラムで大体これぐらい頑張ってる、私。 その p a t r o n の中ではこれ。もし興味あったらぜひいて。もしサポートしたいだけあっちも行けるよ。リンクは下に。みんな、なんか楽しいのカプエラあの世界作りましょうよ。僕は日本のカプエラ世界関係ない。それはジャプエラ。僕はカプエラ。日本、アメリカ全部カプエラじゃないこれがいい。これだけ俺関係ない。 僕はカプエリシタアメリカ人、メキシコのルーツ、ブラジルの人、長いやってる。でも、あれ関係で僕はカプエリシタ頑張りましょう、みなさん。これから、カプエラ、カプエラ、カプエラ。もいたしね。